で足痩せしちゃう有酸素運動を一緒にしていきましょう。最初は音楽に合わせてウォーキングからスタート。足を大きく広げてワイドスクワットをしていきます。お尻を真下に下げて太ももの内側の筋肉も一緒に鍛えていきましょう。ではちょっとその場でウォーキングしていきます。またまたワイドスクワット。膝を曲げるときに呼吸を吐いて、戻るときに吸うように呼吸も連動させていきましょう。このとき膝とつま先は必ず同じ方向になるようにしていきましょうね。膝を曲げたままキープです。リズムに合わせてサイドへパンチ。お腹をひねります。力強くパンチしてストレス発散していこう。さらに斜め上にパンチ。脇腹伸ばすよ。次はサイドにパンチ。しっかりお腹ひねって、またまた斜め上にパンチ。脇腹しっかり伸ばします。ちょっとウォーキング。次はお尻を突き出していきます。足は腰幅の 1.5 倍ぐらいに開いて、お尻から前にお辞儀をしていくようなイメージ。膝裏や太もも裏をしっかり伸ばしていきましょう。トレーニング中絶対呼吸止めないでね。次はスクワットをしていきます。できるだけ膝がつま先より前に出ないようにお尻を引き下げていきましょう。次は腕を上げながら膝を曲げていきます。呼吸を吐きながら膝を曲げるよ。今度は腕を下げながら膝を曲げます。しっかり背中を動かして脂肪を燃焼していこう。ちょっとウォーキングして呼吸を整えよう。ここからはサイドキック。足を大きく使っていきます。ストレスや嫌なこと全部エイヤーって蹴っ飛ばしていきましょう。次はフロントキック。足を大きく使っていくよ。できるだけ足は上にキックするように意識していきましょう。辛くなってきたけど口角上げて笑顔でトレーニング。またまたサイドキックしていきます。次はフロントキック。呼吸整えながらウォーキング。次は左右交互にフロントランジ。3カウントキープしてから元に戻っていきましょう。おへそをグイッと上げて、ぐらつかないようにバランスを取りながらやっていきましょう。次は左右交互にバックランジ。3カウントキープしてから戻っていきます。呼吸を止めないように繰り返していきましょう。お尻、太もも、ふくらはぎをしっかり引き締めよう。またまたフロントランジを繰り返すよ。お腹引き上げながら3カウントキープ。次はバックランジを繰り返します。ではちょっとウォーキング。
足を大きく開いていこう。次は左右交互に膝を曲げてサイドスクワットです。次は横からもフォームをチェックしていこう。次は後ろに引き下げながら膝を曲げていきます。曲げた方の足に体重を乗せていきましょう。膝とつま先は同じ方向です。今度は片手で床を拭きながらサイドスクワットをしていきます。しっかりと腰を落として、きつくなってきましたね。あともう少し頑張って。体を起こしてクールダウン、軽く左右に膝を曲げていきましょう。お腹もひねっていくよ。最後にその場でウォーキング。以上で終わります。